はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちら高円寺に来てまして、ちょっと変な格好しますけど、今日ですね、高円寺の街で、おしゃれな、ね、人を見つけてちょっとインタビューしようかなと思ってます。はい、まあ、ちょっと何に捕まるかわかんないですけど、ちょっと見つけてですね、おしゃれの、まあ、ちょっと後で俺も着替えますけど、ちょっとおしゃれのね、テクニックを盗もうかなと思ってます。はい、そんな感じで行ってみたいと思います。お名前は？あ、キユナと申します。あ、キユナさん。キユナと申します。あ、あはないしですね。あ、はい、キユナさん、はい、おいくつ？若い。25です。25、ピチピチの25です。俺が25だった時と同級生です。いや、すごい。いや、ちょっとね、こうやって、あ、色味がちょっと同じだったんで。あ、本当に似てますね。ちょっと同族嫌悪で、同族嫌悪じゃないわ、嫌悪してるだったんで。いや、ちょっとね、今見てて、ひときわおしゃれなのですよ。はい、ちなみに、今日の、あ、そうだ、声入ったらもうちょい近づいて。ちなみに今日のポイントとかなんかありますか？ポイントは、はい、このシャツなんですけど、後ろが、おお、後ろが、みんなのセパレートする。なるほど。どういう時にどういう時のセパレートないっすね。特にはないっすね。ただ、2枚に分かれたことはないけど、まあ、いつでも分かれるんですよ。ちょっと人が寒いときに1枚くらい。あ、半分、右半分かけてあげるみたいな。そう、動き方とか。おしゃれな。なんか夏っぽい、このテロッとしたの。リネン、リネンとかのリネンですね。はい。でもいいし。ちなみに、高円寺はよく来られる。高円寺はそんなに頻繁には来ないです、ね。あ、そうなんですね。たまたま今日は買い物かな。ちょっとフラッと。あ、フラッと来ようかな。で、時計も可愛くて。あ、これは何ですか？ヘンリーロンドンっていう。ロンドンだけ知ってます。ロンドンがあることは知ってます。結構丸みが多いんだ。いや、そう、さっきね、どっちかというとちょっと彼に声かけようか時計に声かけようか迷うぐらい時計の存在感がすごかったんで。時計じゃなくて、そう、彼に。いや、でもおしゃれなんで。ありがとうございます。ちなみに、今日、はい、あ、そう、ポイントはこれですね。これ、後ろメガネも、でも、ちょっと可愛いですよね。あ、はい、これどこのメガネ？これは下北の、はい、どこだったかな、名前ちょっと覚えてないんですけど、はい、ふらっと入った先で、はい、片手目買おうと思って。すごいな。果てはロンドンから下北まで仕入れの幅が広い、本当に。ありがとうございます。ロンドンも行くし、下北でも。そうですね。ドイリス。これはドイ入ってないです。あ、伊達で。伊達で。伊達です。今日俺も伊達で。エア伊達メガネです。つけてない。エアなので。ドイリではないです。いや、ありがとうございます。はい、ごちそうさまです。こんなにあれでしたけど、本当に。あれですか、おしゃれな、おしゃれな。ありがとうございます。何か口があれば。告知は何もないです。個人です。そうですよね。私は放送ないです。ありがとうございます。ええ、あのショコラチャンネルっていうチャンネルやってますので、はい、よかったらあの YouTube 見てください。あ、はい、ありがとうございます。ね、ショコラチャンネルだと死ぬほど出てきちゃうんで、はい、孤独のおしゃれでググってもらうと、孤独のおしゃれで、はい、YouTube でやると出てくるので、それをぜひぜひ登録してください。あと15人で1000人で。あ、本当ですか。はい、もうちょっとで。あ、これです。あ、これです。え、なんで今上がってきたの？え、普通に。あ、え、もう打った。YouTube で。あ、早っ。いつ打ったの今。あ、喋りで。はい。あ、これ、これ俺です。これ俺です。登録してください。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。後で編集して載せますので。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。OK です。よかったら写真を。あ、もう、もしもし、全然 Twitter、インスタ、なんでも。あ、本当に好きに。あ、撮りますよ。あ、ありがとうございます。あの、ファッション系の YouTube ジャック・スパローさんが高円寺のおしゃれに行けようみたいな。あ、撮ってあった。あとで全然撮れないでしょ。登録撮りたいです。撮りたいです。登録しますよ。登録しますよ。やった。なんて名前ですか？ジャック・スパローですか？違います。なんで孤独のおしゃれで全然ちゃう。全然ジャック・スパローじゃない。全然スパローじゃないです。孤独のジャック・スパローがおしゃれです。あ、ちなみにあと13人で1000人いくんですよ。今日1000人いけるなっていうところで2人で、まあ、あと10人、あと11人、あと11人インスタで拡散して最高です。バリイケメン。やった。超なんだっけ、孤独のおしゃれです。覚えたけ、孤独のおしゃれで
全然スパローじゃない。ショコラめちゃ。アシスコレスショコラです。ショコラ。ぜひ登録してください。いますね。ちょっと一個。おしゃれおしゃれって言ったとか。あ、そうそう。高評価しといた。やった。しときました。ありがとうございます。あ、これです。これだ。本当は。あとはこれ。そう。こいつだ。百人よし。よし。あと10人。1000人って割とすごくないですか。今日初、まあ、2度目のロケぐらいで、あ、そうなんですか。コスプレしてちょっとロケしようと思って、あの買ったものを盗んでいこうかなみたいな。あって海賊だもんだって。あ、そうそう、海賊なんで、あの買ったものを全部奪ってくる、奪い系 YouTuber でやってもらって。そんなわけないじゃん。大丈夫大丈夫。俺のです。ちなみに、え、ちょっと多分若い、いくつぐらい。19歳です。うわ、若い。アンダー19歳。アンダー19歳。素晴らしい。ちなみに今日のファッションのおすすめというか、ここがポイントみたいなのがありますか。ここがポイント、なんでしょう。おしゃれポイントを盗んでいきます。これは普通にたまたま姉貴からもらったって。そうだったんで。姉貴から。いいな、そういうエピソード。2枚、間違えてネットで買っちゃって、それを1枚いるって言ってもらって。なるほど。で、色が似てるのがあったんで。あ、ちゃんと色、確かに色を合わせて。スタートじゃないんですかね。おしゃれ。上です。え、ちょっと、そのエピソードだけ盗もうかな。これもお姉さんから俺もらった。あ、もらったでしょ。いいエピソード盗みでいいかな。思い出あるんですか。でもね、靴も。あ、でもね、靴も。これは、あれ、これ親父のお下がりで。そんなんばっかりみんな。そうです。お姉さんから。これが母親っすよ。本当に、うん、本当っぽいな。本当っす。でも19ってことは多分お父さんこそ若いから、おしゃれでしょ、多分。50歳ぐらいです。50か。俺とあんま変わんないわ。いやー、よかった。すごい、おしゃれ。あ、俺もう一つポイントありました。あ、なんだ、どうぞ。下草目です。今日指輪のポイント多いな、彼も指輪。あ、これは、あれっすね、あの元カノから言っていいやつ。パクってたんですけど、まだ返してなくて。言っていいやつ。そうそう、返す。じゃあ、そいつをフォローって言ってYouTube 登録するかな。彼女さんもじゃあ登録してください。で、登録してくれたらこれ返ってくるみたいなんで。登録してもらえたら。ウィンウィンウィンです。ウィンウィンです。連絡も取れて、指輪も返ってきて、登録者数も増えるっていう。全員勝ち組です。全員。いやー、なるほど。ちなみに最後に、ちょっと多少のこだわりがなんか一個あるかもしれないです。俺は、こだわり。うん、そう。もう絶対に、このベルトと靴の色を合わせるぜ、みたいな。アクセサリーは寝るときもつけたままとか、なんかその個人的なあれがあれば。なんだろう、自分は結構オーバーサイズ。ああ、確かにでかいの着るのが好きなんで。なるほどね。今ちょっと流行り的にもちょっとオーバーサイズが着てるんで。確かに。俺はどっかしらで色は必ず合わせる。確かに。こちらも黒、この色、この色を。確かに。合わせて。本当だ。もう神経衰弱だったらもう T シャツしか残んない。うわ、すごい。どういうこと？めっちゃ面白い。面白い。全然ピクリとも笑わずに感心された。ちなみに神経衰弱わかるよ。わかります。19歳はまだ大貧民しか知らないとかあれかも。じゃあ今日の服装で来なきゃよかった。あ、逆にそんなに大きいやつじゃないんで。違うんすよ。NHK とかじゃないんで。全然ない。もっといい服で来ればよかった。もっといい服があったのに。何でも似合うよ。本当に似合う。古着、もっと町々の古着で来ればよかった。いやー、でもありがとうございました。すいません、なんか面白くなくて。アップします。また。いや、とんでもないです。あの編集でもうめちゃくちゃ面白くて見ときます。全カットでも違う、全然違うアニメのやつを流しとく。全カットでアニメを流すんで絶対面白いなって。ありがとうございました。いや、よかった。こんにちは。あの高円寺でおしゃれな人を見つけてですね、インタビューしようかなと思ったら、早速同じ匂いのする方を見つけたので、ちょっとミリタリアにいたんですけど、ちょっと迷惑かかっちゃうんで、こっちに今一緒にはけてきまして、はじめまして。先ほどあのちょっと見てもらったの杖ですね。これこちらも。いや、でもトータル的に今日のポイントは杖以外に、まあ、でもハットもかっこいい。多分ハットもこれ、うん、結構ちょっと古いんですよね。めちゃくちゃ古くはないけど。いつぐらい？50年代ぐらいのやつで、そうそう。今日着てるのはね、フランスの、1920年ぐらいの。1920年代ぐらいのフランスのセットアップ。はあ。なんかあのウールとコットンが
コンボでめちゃくちゃいいヘリンボーンみたいなね生地になってるんですけど、そう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 、まだすごいね買った時綺麗な状態で使い込んでないからこれから指輪も、ね、指輪もこの雰囲気、そう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 、すごいな、なんかガラクタみたいな、俺のなんかビフォーアフターみたいな、あーすごい、いやいやいや、ビフォーアフターじゃないですか、いやすごい素敵、すごいね、嬉しいな。一番古いので、はい、これ最近手に入れたので、はい、これがね、これ13世紀すごい、なんかもう出土したままみたいな出土でしょ、ほんと、ほんと、土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 か、土から、そう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 、買わせていただいた人はもうそのヨーロッパでもう土から、土から、そう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 、掘り出して、そうそうそう、あとはまあいろいろ、あ、これとかは、はい、これアンコールさんで、あ、そうなんだ。ただこれもすごくて、なんかあのアンコールにあのボタンを売ってるあの細かい受け皿みたいなところがあって、そこの一番頂上のところにこれ一個だけねぐらついてない状態で置いてあったんですよ。それを見つけて、そうそうそう。なんならこれ指輪じゃない。指輪じゃなくて、多分指輪じゃない。機械とかのパーツ。あ、そう。聞きました、聞きました、パーツでこれが本当のおしゃれですよ指輪じゃないものを指輪にするこのアイディアがおしゃれなんです、本当に、ね、見ましたかこれこういうのがすごい好きで、すごいな、そう、いろいろね、これとかもあのドイツ あの、はい、カーテンレールを止めるときのクリップ、クリップ、そう、挟むやつの、すごい、これもう使い込んでちょっと青サビになっちゃってるんですけど、なんかちょっと拷問器具みたいな、ミニ拷問器具みたいな、ちょっとね、鋭い、しっかり押さえられる、これもだからなんかもう同じのが20個ぐらい紙の上にって置いてあって、で指にサイズ合うなみたいな、そう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 、をつけて、フィッティングしようとすら思わない、そう思わないじゃないですか、すごい、全然、そう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 、これとかもね指輪にして、これ周りが中指、これは何か受け止めるやつ、これはね、うん、あの日本の戦時中の指抜き、指抜き、指抜き、あの裁縫するときに、なんかこの形で本当は向き逆なんですよ、なるほどね、で、あの縫うときにこれ使って。こんだけあって指輪が1個も出てこないです、そう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 、まだ今1個も指輪本来の用途のやつが1個も出てきてないっていう全部の指にしてるって、そう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 、とりあえずね、そう、ちょっとじゃあ一回引いてもらって、うん、ね、シャツもちょっと上と似てる感じの今日着てる、うん、これもヨーロッパ古着の1900年代くらいのやつですけど、うん、あ、俺のね20年若いね、若いあ、そうそう、同じ感じで、そうそうそう、同じ感じのイニシャルの、ね、これあの、ほんと、うわ、すごい、サスペンダー、おしゃれな人はサスペンダーですよ、これ、警察官のサスペンダー、そう、ポリスって書いてある、ポリスって書いてある、ポリスって書いてある、ここに、はい、見えるか、めっちゃアップで撮る、見えないポリス、俺が一番逃げなきゃいけない人一番御用のやつです、はい、俺、ダメだよ、ちょっと後ろもじゃあバックショットも、あ、はい、最後に、いやー高円寺おしゃれだから見つかるかなと思ってたけど、一瞬秒速で見つけました来て高円寺見来てそう、でも多分本当だいぶ特殊な感じだと思ってもらった方がいいと思う、ありがとうございました本当にダッチしたいけど全然全然、ちょっと今3密なので、ね、ありがとうございました、いやありがとうございました、あ、ちなみにお名前は、菅沢昭夫っていう、おすごいフルネームでちなみに、はい、ちょっと宣伝していいですか、どうぞどうぞ宣伝して、なんか、はい、今、自分が作って、あ、自分古い服の合同店とか展示会のイベントを、あの仕事とか一切関係なくて個人で活動してるんですよ、で、あの去年はあの浅草橋で、シャモワっていう名前で、はいはいはい、あのそういう古い服が好きな人たちを自分の身の回りの熱い人たちを呼んで、はいはい、合同店やったりしてて、で今も、はい、あの後ろ気をつけてくださいそう、なんかあの新しく立ち上げた企画があって、はいはい、この話ですね、全然ないです、全然ないです、そう、なんかあのオールドクローズミュージアムっていう名前で、はいはいはい、あのインスタグラム中心でやってるんですけど、1950年代までのお洋服を一つピックアップしてもらって、はいはい、で、あのなんかそれに対する思いとか、はい、コーディネートの着画写真を自分に送ってもらって、はい、でそれを自分が今管理してるアカウントがあって、今40人ぐらいアップさせてもらったんですけど、それに毎日更新させてもらってるんですよ、ぜひ、ね、うん、なんか俺もコラボした機会を、はい、お願いしたい、じゃあ概要欄に載せますので説明のところからぜひぜひお見せください、はい、まああのね、全カットになりますけど今もうんじゃないし、うんじゃないし、うん、乗せます全カットでうんうんじゃないですよ何の意味があったんですかちょっと今商店街なんでどんぐらい音が入ってるか分かんないですけど、ちょっと一応なんで、え、あの音のやつひこれなってる、
あ、じゃあ一応多分入ってる。一応字幕もつけてる。インスタはやってるんですか？やってます。やってます。じゃあ、これの、あ、じゃあ後で撮ったと思う。これ、インスタグラムの真ん中のやつなんで。わかりました。後で。後で連絡します。うん、ちょっと撮影終わったらゆっくりします。うん、いやもういい出会い。いや、こういうのがあるから、街ロケって本当にいいなって思います。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。あ、いいえ、とんでもないです。なんか、もう好きだって使ってもらっていい。ありがとうございます。よかった。はい。フリー素材ということで。ありがとうございます。これはちょっと、見せ戻ります。はい。後で連絡します。ありがとうございます。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ここに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。